スライドノックで美しい多機能。中のこれ回転し、凹まないスライドノックの本領発揮なわけです。はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちら。はい。 ジェットストリームプライム多機能ペン 2&1 という製品です。三菱鉛筆株式会社さんから2022年1月26日に発売になりましたということで、サンプルをご提供いただきましてありがとうございますということで紹介していきたいなと思うわけですけれどもえ、今回ね、ジェットストリームの高級バージョンであるジェットストリームプライムシリーズの多機能筆記具で、ボールペン黒赤プラスシャープペンシルの組み合わせということになっております。 天然度優勢ボールペンの元祖にして、未だトップランナーなジェットストリーム OKB48、OK、でも、またね、今回も11連続で1位を取ったあのジェットストリームの多色多機能タイプなわけですね。やっぱり書き心地のいいボールペンがあればですね、 え、もちろん多色で一本でいろんな色を持ち歩きたい。あるいはシャーペンと一緒にして持ち歩きたいっていうのもまああるわけですけれども。まあ、ジェットストリームの多色といえばですね。え、まあこういうあの、ジェットストリーム 4&1 っていうのがあってですね。まあこれはね、1000円でコスパ最高っていうことでですね。まあ今までも何度も紹介しているとは思うんですが。まあプライムといえば、その中では高級バージョンです。え、ジェットストリームのえー高級バージョンとして存在してるわけですけども、以前からね、 2013年に発売されたとこ、当時からですね、えー、実は回転繰り出し式の 3&1 っていうのがあってですね、こっち4機能っていうですね、タイプがあったんですけれども、えー、ま、これね、 あの、確かに4機能ではあるんですけれども、えー、実はロータリー式なんですね。こうやって回して、えっ、ー、と、機能を選ぶタイプになってます。で、ここのところにね、えー、ポッチリがついていて、これで色がわかるようになってるんですけど、まあ、ロータリータイプであるっていうのと、あと、これ、そのね、ロータリーかつノック式のシャープペンシルを実現するために、この軸の部分ですね、ちょっと途中太くなっていて、ここのところに段差があるんですよ。わかりますこれ段差になってますよね。 逆にこれね、シャーボンみたいなやつだと、間一部細くなってる部分があるんです、まあ、要するに軸が伸び縮みするところが必要なので、まあ絶対どっかがですね、細いところか太いところがないといけないんですけど、これ太い方に振ってあるんでちょっと面白いんですけども、ただまあこの形状が好きか嫌いかっていうとですね、まあ好き嫌い分かれるかなっていう感じの製品だったかなと思うわけですね。まあこんな感じのロータリー式っていうのが、まあ以前にはあったんですけれども、 日本だとやっぱりですね、えまあ両手で操作しないといけないロータリー式っていうのは、まあちょっと人気ないのかななんて思ったりもします。あとね、値段が5000円ということで高かったんですけども、今回はまあ3機能ということで、ま1個減ったっちゃ減ったんですけれども、それでもですね、まあノック式で、えまあ黒赤とシャープが使えるっていうことで、使い勝手はかなり向上した感じがします。ね。なんで、なかなかいいんじゃないのかなとっていうことなんですけれども、 これね、今回新商品ですっていうことでですね、まあ紹介してるんですけども、中には、あれそんなのなかったっけっていうね、えあれ見たことあるような気がするぞっていう方いらっしゃいませんね、そういう方もいるかもしれません。実はですね、えーと、これより前に出たペンにですね、こんなのがありますよということで、これ、あの別のペンなんですけれども、こちら、ジェットストリームプライム三色ボールペンノック式ってやつなんですよ。 っていうのが出てましたと。もうこれとね、ほぼほぼ一緒なんですよ。まあ、これあの同じ系統の色でこうやって並べてみますけど、同じ色で並べると、もうね、ほぼ区別がつかないっていう形だったりするわけですね。 こちら2021年の2月に発売。で、こっちがですね、2022年の1月に発売ということでですね、まあ、ちょうど1年遅れで出てきたわけですけれども、外観的にはほぼ一緒で、こっちは3色ボールペンということで、黒、赤、青の3色のボールペンになってるんですけれども、こっちは青がなくって、黒、赤のボールペンとシャープペンシルと。まあ、何が違うかっていうと、この青のところのスライダーですね。 ここのところが、ま、若干スライダーが大きくなってるのがわかりますかね。シャープなので、こう押した時にちょっとね、引っかかりが大きくなっていて、こうしっかり押せるようにということで、ノックが若干大きくなってるんですね。で、縦長のノックがね、形状的には縦長の四角が横長の四角に変わりましたよ、ぐらいなんですよ。あと、ここのね、インジケーターって言って色がわかるようになってる、この窓があるんですけど、そこが、青が白に変わってますっていうね。 それ以外はもう全く一緒です。なんで、これ外観でパッと見てこっち側から見ると全く区別がつかないっていうのが、この1個前に出たですね、ジェットストリームプライム3色ボールペンノック式で,で、これも3300円で同じ値段ですね。で、こっちがえジェットストリームプライム多機能ペン 2&1 ということで、まあ今回のペンなんですけれども、こんな感じになってますと。 いうところですね。そこ以外全く区別点がないです。で、えっ、ー、と、定番カラーがこのベージュと黒なんですけども、それも同じでですね、もう全然区別つかないと。え、全長は147.3ミ、mm、リということで、まあまあ普通ですね。えっ、ー、と、特にすごく長くもなく短くもないっていう感じの長さ。で、軸径11.1ミ、mm、リということで、これもまたそんなに太くもない。けど細くはないっていう感じのところですね。 だいたい軸形を見るときって、まあ9.5ミ、mm、リ以下ぐらいだと細いって感じがしますね。で、9.5から11ぐらいがまあ普通っていう感じですね。で、えー、重量は2 6 2 4ムということで、ちょい重めです。 え、まあ大体ですけれども、普通っていうのがまあ大体10から 15g ぐらいだと普通。で、15から 20g になってくると、まあしっかりしてんなーっていう感じの、まあちょっとね。だからまあ100円200円のボールペンが大体、まあ大体 15g 以下ぐらいで、で、20以下ぐらいになってくると300円ぐらいのやつね。 あの、中にちょっと重し入ってきましたみたいな感じだったりします。で、20超えると全体に重さがあるので、えまあ、高級感出てきたぞと。で、30超えると今度はですね、重って感じがするんで、まあ、大体そんな感じだと思ってください。26.24g って言うと、まあね、高級感あるぞっていう感じのしっかりした重さを感じます。 で、まあ全体的にはこれね、えー、まあフラットに見えるんですけども、実はここに切れ目があって、こっから前の部分が全部金属になっていて、実はこっから後ろがね、まあ一部プラスチックの軸が残ってるんですけれども、こっから前のところは金属の外側に金属の外装をはめてあるみたいな感じではあるんですけれども、全体的にやっぱり金属パーツが多いので、 重たいと。で、まぁ、あ、先端だけではなくって、まぁ、あ、まぁ全体的にバランスが取れた感じで、えー、重心位置は前から68ミリ。これもまぁ普通です。わずかに前寄り。前長からすると前から46.2%のところなんで、若干前寄りですけれども、持った時に、この手のね、 ここの水かきの部分よりも前のところに重量が来るので、まあ普通っていう感じの、えー、重量配分かなと思います。これもね、割とバランスのいい感じになってます。なんで、そこそこ重めが、えー、しっくりくるタイプの人だったら十分これはね、使い勝手のいい、えー、バランスかなというふうに思います。で、色は、えー、左から順番にブラック、ベージュ、コーラルピンク、スモーキーグリーンの4色ですと。 で、ただ、このコーラルピンクとスモーキーグリーンは限定色ですという感じですね。もうすごいね、人気でね、今回コーラルピンクとスモーキーグリーンすごい人気なので、ちょっともうすでに手に入らないところが色々と出てきてるみたいですけれども、まあそんな感じの、えー、色ですね。かなりいい感じの色だと思います。で、ベージュのみツヤ仕上げになってます。こうね、ベージュだけツヤツヤの え、仕上げになっていて、それ以外のですね、まあ、ブラックとかコーラルピンクとかはですね、まあ、こんな感じのマットな仕上げになってます、ということで、まあ、あの、ちょっとね、仕上げ感はベージュだけツヤなんですけれども、まあ、僕とかね、あの、割と冬場とか特にですけども、指先が乾燥しがちな人にとってはですね、まあ、滑りやすいこのマットっていうのが、サラサラしてるんで、割と滑りやすいかなと思うので、そういう意味ではですね、このベージュが、 ま、滑らなくていいんですけれども、えただやっぱりね、このマットのカラーもかなり魅力的ですよね <laughs>、という感じがします。ね。あの、特にやっぱりこのコーラルピンクとスモーキーグリーンはなかなか今回いい色だなっていう気がします。ま、僕の一押しはスモーキーグリーンですね、という感じです。 で、まあ、このペンなんですけれども、さっき言いましたね。えー、ベースになってるのは何かっていうとですね、まあ、これの一個前になってるのが、まあ、このね、三色ボールのタイプですね。基本的にはこれと仕組みとか形とかっていうのが、まあ、共通のパーツも多いでしょう。っていうことでですね、あの、これがベースになっているので、まあ、これなんですけれども、実はその前にさらにですね、えー、これの前身になってるやつがありますよと。これが2013年発売の ジェットストリームプライムノック三色ボールペンっていうのがありますと。こういうのが出てたんですよ。で、これもですね、三色ボールペンのタイプなんですけれども、見た目だいぶちょっと違ってる感じがしますよね。クリップとかのところ、あと、この尾栓ですね。後ろのところがですね、割とキラキラのパーツになっていて、 で、まあ、特に言われるのがこのね、えー、ここですね、ここに青い石がついてますけども、まあ、イミテーションのね、この宝石調のものがついていて、プライム石ってみんなが呼んでますけれども、な石がついておりましたということですね。まあ、あの、実際プラスチックですけどね。えー、がついていてですね、あとここのキャップの部分が割とギラギラした感じの色だったんですけれども、えー、こうやって見るとですね、形、ほぼ一緒なんですよ。クリップと微線のところを、 ちょっとすっきりさせただけなんですけどもこれ全然別物じゃないですか2021年からのモデルの方がですね圧倒的に洗練された感じしますよね基本的には全て一色で揃えるね で、まあ、あの、クリップみたいなパーツはありますけれども、差し色の部分はありますけれども、基本的には全体を一色で、えー、統一すると。で、ロゴマークとかそういう余計なものを極力入れないっていうところでいくとですね、まあ、こんな形になってるんですけれども、まあ、装飾的な要素っていうのが今はどちらかというと、ない方がかっこいいよねっていう風になってます。なので、まあ、本当にですね、この軸の部分って全く一緒なんだよね。 なんですけれども、わずかな違いなんですけども、全然違う別物に仕上がってますよねっていうのが今回のですね、えー、このプライムの3色、えー、ボールペン。そしてそこから派生して出てきたですね、ド、えー、2&1 っていうことになるわけですね。まあ、やっぱりね、ここら辺も、えー、まあ、三菱のですね、まあ、令和デザインというところで、かなりね、垢抜けた感じがします。それこそこういうところに、このユニボール 1F とか並べるとですね、まあ、ほら、 ね。同じメーカーのシリーズだっていうことがわかりますね。このクリップの形状とかもですね。まあ、あえて日本線になってるところなんかも含めて、これなかなか、あの、うまいこと調和してる感じがしますね。ということで、まあ、えー、三菱らしいというか、いい感じの形になったのかなというふうに思います。 まあね、それこそ、カラーインジケーターの部分に関してはですね、以前のものは、こういうところでですね、まあ、ここに、ほら、横にこう、ピッと線が入っていて、これで色がわかるように、こんな表示があったんですけども、今の、こっちのモデルになるとですね、もう本当にこのね、隙間にあるここが、今赤ですね、これが赤で、え、これが白で、で、こっちが黒っていうのがあるだけなんで、ほとんどわかんないぞっていう感じではあるんですけれども、ここはね、もう本当に外見優先ではあるんですけど、 あのこれはねえどっち撮るって言われたらこのかっこいいところを撮りたいっていう気持ちはすごくよくわかると。 いう感じですね。なので、まあ、ちょっとね、ノックは一瞬あれですけど。なんで、その分ですね、えー、実はペン先の部分でですね、このリフィルの先端にちょっと色がついてるんですよね。ここですね。リフィルの先端の色でわかるようになっているところですね。今黒が出てますけれども、赤とかを出すとですね、えー、こんな感じですね。先端に赤ラインが入っているみたいな感じになってるので、まあ、こんな感じでですね、わかるようにしてますよと。まあ、これはね、あのー、他のモデルでもあって、 えっと、ジェットストリームエッジのですね、あの、ボディの時にもですね、ここのロータリーで変わるんですけど、ここもですね、めっちゃちっちゃく色ついてるんですけど、このインジケーターがわかりにくいということで、これ出した時に、ま、ペン先の部分ですね、ここですね、ここに色がついてるよということで、ま、わかるようにしましたよというのが、ま、このね、えっと、ま、方式にはなってるんですけど、これいろんなところはやってますよね。 まあまあそのぐらいではあるんですけれども、まあちょっと慣れがいるかもしれませんと。なんでまあリフィル先端のね、あのペイントが案外重要だよという感じにはなってますね。まあそのリフィルなんですけども、リフィルはですね、三菱さんのですね、まあ定番 SXR200-05 っていうのが入っています。SXR200 っていうのはどういうやつかっていうと、まあよくある多色共通規格ですね。4C とかよく言われますけれども、あのタイプですね。のリフィルになってますと。 いうことなので、えっ、ー、と、これ、あの、三菱さんでは0.5と0.7で、黒、赤、青の3色があります。 まあ、気分的には緑も作ってほしいリフィルではあるんですけれども、え、三菱さんのジェットスリム的にはですね、黒、赤、青の3色で0.5と0.7があります。まあ、0.38も作ってほしいっていう気もするんですけれども、まあ、それもね、え、ど、いつか作ってほしいなと思いながら使っておりますということで、一応ね、えっと、ここに入っているのは0.5のタイプが入っています。で、黒と赤が入っていますよというのがデフォルトになってるんですけど、0.7に変えることもできますよという感じですね。 すごいね、細くて小さいリフィルなので、えー、まあ油性ですけども、ジェットストリームのリフィルは低粘度油性なので、まあ、減りは比較的早いです。なんで、えっと、普段使いする場合は、まあ、ね、よく使うのが黒とかだったら、黒の予備は1本持っといた方がいいかななんて思いますよ、という感じですね。案外、あれって思ったら、リンクが切れてるっていう感じになったりします、というところですね。 まあこれもう書き心地はですね、まあ言うまでもなくジェットストリームなので、もう皆さんご存知の書き味かなという気がします。えっと、リフィルとしてはジェットストリームの多色タイプなので、軸の形状はね、若干違うんですけれども、まあまあ書き心地はジェットストリームですね。非常に軽い感じがえ気持ちいいです。で、まあこれあのペンの軸自体がある程度重さのあるタイプなので、まあこれはですね、まああの、できれば、 えー、あんまり筆圧をすごくかけるのではなくて、まあ、このペンの重さに任せた形で、えー、スルスルっと書いてあげると非常に心地よく線が引けるタイプになっています。まあ、黒も赤もどちらもですね、安定のジェットストリーム品質なので、まあ、ここに関してはですね、まあ、申し分ないのかなというふうに思います。まあ、多色ボールペンの中でも、えー、まあ、最高峰の一つと言っていいかなというふうな気がします。 あと、シャープユニットなんですけれども、シャープユニットはですね、まあ一般的なあの多機能筆記具に入っているタイプのえ小型ユニットですね、が入っていますよというところで、まあここはまあまあごく普通かなという感じなんですけども、0.5ミリです。で、芯の交換をするときにはですね、まあこれを押して引っこ抜くとですね、まあこん,ままこんな感じで外れますよと。ね、わかりますかね。こんな感じで外れます。今芯が2本入ってますけれども、これ、あの、あんまり欲張らないことね、 ま、せいぜい2本でいいと思います。ということですね。今、まあ、1本予備が入ってるぐらいだと思ってください。これあんまり入れすぎるとですね、まあ、詰まったりとかするので、まあね、ここは、あの、本当に欲張らずに1、2本っていうところでえ使ってくださいと。まあ、これもやっぱり、あの、外で使うとかの場合は2本入れといて1本がなくなったらですね、まあ次のを入れておくだったりとか、あとはまあいつもね、 ペンケースなり、カバンの中にですね、まあ予備の改心を入れておくっていうぐらいのところがちょうどいいのかなと思ったりはしますと。で、えっと、シャープユニットはこのクリップの真反対側についてるんですね。後ろ側についているので、実はシャープユニットっていうのを、まあこう書くときに、ボールペンに比べてシャーペンの方がどっちかというとですね、ペン先の左右のズレって気になったりしませんか これあの、これ上から見ると、今クリップがある方の真上から見ると、これまっすぐに見えるんですけれども、クリップがこう横に見えてる状態で見ると、こう若干このペン先が上向いてるのわかりますかね。当たり前ですけれども、リフィルが下に入っているリフィルがこっから斜めに出てくるので、若干上を向いてしまうんですね。なんですけれども、えっと、左右にブレてるよりはマシっていうところがありまして、 え、シャーペン特にね、ペン先が細くてまっすぐ出てくるので、えっと、左右にずれていると、あ、ずれてるっていうのがよくわかるわけですけども、それに関して言うと、ま、真後ろから出てくるので、基本的にはまっすぐ出てくる感じで、ま、見た目には割とね、ストレートに見えるので、あんまりその左右のずれっていうのを気にしなくて書けるかなということで、ま、このね、え、ま、センターのやつが、ま、シャーペンっていう配置に関してはいいんじゃないのかなと思います。ただ、 例えば、4&1 みたいなやつね。こういうタイプだと、実は上の端、このクリップのところがシャーペンになってるわけですよね。ってなると、この場合はですね、シャーペンのペン先って若干下を向くんですよ。ね。上の端に入ってるリフィルが、ここから斜めに出てくるので、若干下を向くわけですね。 こっちの方がどちらかというと、ペン先が、えっと、ま、上から下を向いてる方がより、ま、書いてる時にはですね、えま、自然に見える方向にずれているので、ま、どっちかっていうと、こっちの方がレイアウト的にはそうなんですけど、ま、これに関して言うとですね、ま、クリップの部分はクリップで、こっち側についてるんでね。 まあ、あの、ね、上か下かしか、ま、このシャーペンの場合は上か下かどっちかにつけるってことになるわけですけれども、ま、これがですね、ま、裏側なので、若干ね、ペン先が、シャープシャープ芯の先がですね、若干、この軸の中心よりも上を向くっていうのがですね、気になる人は、ま、若干ですけどね、あの、気になる人は気になる。ま、単色のシャーペンと比べればね、ま、あっていうところではあるんですけれども、そんな感じになってるかなっていうふうに思います。 あとね、これはね、気になる人は、やっぱり気になるのかなと思うんですけれども、ちっちゃいことではあるんですが、無視できない人もいるかなっていうのが、ま、先端のですね、ま、若干のですね、ま、ブレというか動きなんですね。三菱の癖というかですね、三菱の多機能筆記の先端って、ま、若干クリアランスが甘い感じはするんですよね。先端がちょっとね、揺れるんですよ。ここ。で、 えっと、シングルに関しては割とそれがあんまないんですけれども、えっと、このね、ジェットスインプライムをですね、書くときにちょっとカチカチ音が、えー、します。ちょっと書いてみますね。わかりますかこのペン先をちょっとつけたときに、こういう音がします。なんで、書いてるときにこのカチカチ音が気になるっていう人はいると思うんですよね。 ここんんな感じでですねこううチチャキチャキキ音がしちゃうんです、ね、まあそれがちょっと気になるかなとうんまあ高級モデルなだけにねやっぱちょっとそこは静かに行きたいっていうところではありますねちょっと気になるところではあります。 あとですね、このジェットストリームプライムの多色ノックの面白いところは、まあ、なんと言ってもですね、実はここのね、ノックのところの構造が他とは全く違うっていうところなんですね。まあ、ここはね、あの、プライムのすごいところではあるので、ぜひ知っていただきたいんですけれども、普通多色のボールペン、こっちはあの、プライムじゃない方ですけれども、えー、多色のボールペンっていうのは、まあ、こういうね、横にほら、ノックが出てるタイプっていうのは色々あるわけですよね。 これ、まあ、あの、どこでもあるタイプなんですけど、こういうのって、ま、どうなっているかっていうと、押すじゃないですか。押したらその色が出るんですけど、押した時に、このノックパーツが、こう下に沈むんですね。こうやって押すとわかるんですけど、もうほとんど出てないですよね、今。この山の部分がほとんど出てなくて、最初はこんなに出ている山が、こうやって押すとですね、ま、ほとんど本体の中に沈み込んでいきますよね。これ、ノックのパーツが沈むっていうのがですね、ま、これ、大きな特徴なんですね。 で、なんでかというと、この場合、このノックパーツが中に滑り込んでいったときに、このね、より内側に入っていってですね、まあ先端を押し出してるわけですけれども、これ、まあ言ったら、イストリゲームみたいな状態で、真ん中の中心軸のところに1個だけ、ええ、まあ、 止まれるところがあるわけですよね。そこに対して今これね、青が入ってるんですけど、緑を入れてくれよっていう時にですね、緑を押していくと、緑が青を押し出すんですね。弾き出す形でこう外に押し出して、代わりに緑が入るよと。 いうことなんですね。なので、えっと、この真ん中の奪い合いっていうのがここで行われていますよと。で、外からこれを中に押し込むことによって、えー、元入っていたやつを押し出して戻す。で、代わりにこれが入るっていう入れ方をします。なんで、えー、まあそんな感じで、あの、押し出しているので、えー、ここのノックパーツっていうのが、この内側に入っているパーツごと中に沈み込むんですね。 なんで、まあ前に行った状態ではこうやってほとんど頭が出てないっていう状態になるわけですけど、ジェットストリームプライムのえ多色に限りですね、この構造が全く違うんですよ。ここにあるノックパーツを前にスライドさせるじゃないですか。全く真横にスライドするんですよ。で、他の色を出したいっていう時、他のやつを押すじゃないですか。押した時もまっすぐ下がってくるんですよ。 行ったり来たりがですね、全く真ん中に滑り込むではなくって、そのまま滑って戻ってくるんですよ。これ不思議じゃないですかね。普通に真ん中の奪い合いって言われた方が全然わかりやすいんですけれども、このタイプの場合だと、このノックのパーツが全く中に滑り込むことなく、もう本当に真横にスライドしますよっていう感じで、すごいスムーズなんですよ。 これはね、本当に新しい機構で、じゃあどうなってるのかっていうと、これ実は中の部分に回転子っていうのが入ってるんですね。まあ、あの、ボールペンだと、あの、単色のノック式とかでも回転子って入ってるんですけども、あれとは若干仕組みが違っていて、え、これがですね、ま、左右の振り分けをするえ回転子っていうのが入っています。で、これあの、前のタイプの時に一回僕あの、イベントで解説をしたことがあるんですけれども、 あの、こんな感じで、まあ、分解するとこんなものが中に入ってるんですね。で、このピストンみたいなのがあって、その先にですね、えっと、芯がついてるんですけど、このピストンみたいなやつを前に押し出すっていうのがこのスライダーなんですけど、中のこれ、これがですね、まあ、回転子っていうパーツがついてるんですけど、これがですね、右のスライダーを押します。ちょっとやってみますね。右のスライダーを押すと、右にちょっと回転するのがありますちょっと右に回転する。戻すとちょっと戻りました。 左のスライダーを前にやると、左に寄ります。で、戻ります。っていう、この、くるって中が回るんですよ。この中の、ね。これは回ります。で、これによってですね、実は、えっと、ここ、本当はここの真上にももう一個ね、スライダーがついてるんですけども、左右と、このね、上とか押された時に、それぞれこの中に入っている回転子が右左にくるくるって回るんですね。 その回転を利用して、えー、前に出ていたやつを、ロックを解除して後ろに戻すと。ね。で、えー、その代わりにこっちから押したやつが、スライダーが前に出るという感じなんですね。だこれ交通整理をするために、ここにですね、まあ、回転パーツが入ってるんですけど、こいつが非常によくできてるっていうのが、この、えー、まあ特徴なんですね。まあ、こんな使い方をしてるのこれだけなんですよ。 え、三菱独自の、えー、回転式機構を使うことによって、ノック式なんだけれども、スライダーが沈み込まないっていう風になってます。まあ、スライダーが沈み込まないことによって、まあ、持ち味も非常にいいっていうのもありますし、あと、シャープのユニットの場合、特にそれが効いてくるんですね。で、あのー、まあ、こういうのでもありますけれども、もこの場合でも、実は、えっ、ー、と、これあの、えー、4&1 ですね。4&1 の場合、今ここに出ているクリップが前に行くとですね、ちょっと沈みますよね。 ここでノックができますよっていうとこですね。こうなってます。なんで、ここでノックできるために、ここをちゃんとした形にすると、ノックを戻すとだいぶ浮き上がるっていう形になるわけです。本当は、これってこんなに浮き上がってる必要なくって、この状態で後ろの端っこにあるのが正解だと思うんですよ。デザイン上はね。 なんだけど、これ仕組み上どうしても、ここのスライダーノックが、えこの内側に入り込むっていうのがあるから、これ待機状態でこんなに高さが必要なんですよね。これかっこ悪いですよね。まあ、あの、ま、これはこれでいいっちゃいいんですけれども、ただやっぱりこれってデザイン的には、この銀色の部分がクリップなので、本来ならば本体とこういう風に平行にきっちりついてる状態で、え、まあ、 ついてってくれればいいんですけれども、それをですね、ま、こんな感じで、こう、斜めにスライドするっていうのがここで発生するんですけれども、ま、だから普通はですね、ま、こういうクリップのところに、そのシャープユニットを持ってくるんですね。ま、クリップだけだったら、ま、これはこれで出っ張ってても、ま、そういうものだよねっていう風に、ま、ごまかしやすいんですね。ま、それ以外のユニットは、ま、ギリギリちっちゃくして、ま、埋まってギリギリでいいかなと思うんですけど、この状態だともうノックできないじゃないですか。 なのでえ、普通はそうなんですけれども、例えば、そうじゃないタイプ。えー、例えばですね、ハイテックシーコレットみたいに、これハイテックシーコレットって、この、例えばここですよね、ノックパーツの部分がえ、くっついた状態で、このスライドノックがくっついたま,まんま、この中身のリフィルを交換するんですね。で、こうなってくると、どこになるかわかんないじゃないですか。で、クリップのところっていう指定ができないので、じゃあどうなるかっていうと、シャープユニットを入れようと思うと、こうなるんですよ。ほら。 シャープユニットだけめっちゃ背高いでしょ、ここ。ノックのパーツが。これなんでこんなに高くないといけないかっていうと、これを押したときに、これでただでさえ引っ,引っ込むので、ね、元の状態よりもだいぶ引っ込みますよと。引っ込んだ上でここでノックをしなきゃいけないので、その分だけ高さが必要ですよということで、その分でかいノックになります。 で、これね、あの、ハイテックシーコレットの場合はここで入れ替えるんですけれども、例えば、三菱の場合だと、えっと、スタイルフィットとかがあるわけですけど、スタイルフィットの場合は、本当にディフィルだけを交換するので、え、これ、まあ、ロケットみたいな形になってますけれども、ここのね、 この押すところがやたらでかいんですよ。なんででかいかっていうと、スタイルヒットの場合はこの先にシャープユニットかボールユニットかどっちがつくかわかんないけど、ここは固定式なので、どこを押しても押した状態でこうね、ここまで押した状態でまだ頭がしっかり出てるよっていう状態を作ってるわけですよ。なので、こんなにでかくなっているのは、この状態でノックができないとシャープユニットを使えないからなんですね。 これ、ボールペンのユニットだけだったらこんなに頭出してる必要がないので、スタイルフィットにもしシャーペンがなかったらこんな大きい、あの、羽みたいなのついてないと思うんですね。 っていうところが違ってきますよということなんですが今回のこのジェットストリームのえー多色スライド式っていうのはスライド式でありながらこれ以上出さなくてもスライドが横に行くとだからシャープユニットもまあちょっと指掛けが良くなるようにちょっとだけ出してますけどもそれでもそのままスライドするので無駄な高さを持たせなくて済むんですねここはすごく大きいメリットなんですよこれねあのまあ 2013年に出た時点で、もうこの仕組み自体は、まあ横にスライドする仕組み自体はあったわけで、この横にスライドする仕組みっていうのが、一番効果を発揮するのが、この後シャープをつけたこのタイプなんですよ。ここになった時に、この、えっと、形が全部ほとんど同じ形なのに、沈み込まないが故にこのね、このパーツを大きくせしなくていいと。もうこれ、この大きさで済んじゃうっていうのは、 これもし、これが普通のタイプだったとしたら、さらにこっから、あの、数ミリ上に飛び出してると思うんですよ。そうするとすごい邪魔じゃないですか。それをしなくていいっていうのがこれのいいところで、だからこそ、この、ジェットストリームの、えまあ、三色タイプをベースにした、えこのね、回転子が入っているタイプのスライドノックだからこそ、スライドノックでありながら、こんなね、スッキリした印象で、え、収まっているんだよっていうのがあるんですね。だ、ここすごい重要なんですよ。ね。 という話ですと。ねちょっとマニアックですけども、実際これがね、なんでそうやってですね、出し入れのコントロールができるのかっていうのはですね、まあ以前に一回やったことあるんですけども、いずれちょっとね、えー、またやってみたいと思うんですけど、三菱って、こういうね、あの、出し入れするところの、なんですかね、あの、メカの部分を、あれこれ工夫するの、まあなんか好きそうですよね。まあ以前のジェットストリームのエッジ3にしたって、まあこういうですね、まああの、ロータリーっていうね、 ちょっと不思議なこのね中で芯がこう回転しながら前後に移動するみたいなえーとロータリーのシステムを作ったりとかですねほんとねなんかね面白い仕組みをいっぱい作ってくるんですよねというところだったりするのでまあここはねあのやっぱりねなんかそれぞれね三色ボールペンの新しい機構のねあの見本みたいな模索している機構の見本みたいなところが三菱にあって非常に僕はね大好きなところですね。 ということで、全体的にはもう本当に圧倒的に綺麗になりましたっていうのと、今回シャープがついたので、ま、あの多色ペンにシャーペンを求める人にとっては、これは非常にありがたいかなと思うんですよね。うん、これね、滝の筆記具の中では、 あの、まあ、もちろんね、振り子式っていうのがまた別にあって、まあ、ドットリングなんかがやっているようなやり方でスッキリさせるっていう方法は全然あるんですけれども、ダイレクトに色が選べるっていう意味だと、このスライドノックっていうのはね、すごいやっぱり日本人的にはすごいね、便利だと思うんですよ。その、 え、多色スライドノック式の中では、もう本当に世界最高峰に美しいモデルだと思います。見た目ね、一瞬持つと、これ全部金属軸に見えちゃうようにできてるんですよ。これうまくできてるなと思うんですね。先端の部分はここ、ほぼ金属パーツでできています。で、あと、ここのね、軸の中間の部分っていうのは、中はプラスチックの軸なんだけれども、外側に薄い金属の筒をはめてあるんですね。 なんで、まあ、ここも金属の質感と重さがあります。だからもうね、ほぼね、金属のペンっていうふうに見えるんですけど、ここのノックのパーツだけは内部構造が複雑っていうのもあるし、この細さに収めたいっていうのを考えると、ここ金属にできないんですよね。 やっぱりあの金属の加工っていうので、まあ、こういうデコボコした加工はやっぱりあのプラスチックのあのね、インジェクション成形が非常に有利なので、そこのところはですね、まあ、こういう形状にならざるを得ないっていうところなんですよ。で、ここはプラスチックにならざるを得ないっていうところなんですけれども、こっち側のね、え微線の部分も金属にしてます。で、こっからここまでも全部金属です。で、ここの部分と合わせて全部を同じ 色で、まあ、これも難しいんですけど、あの、全部同じ色で綺麗に塗装してあげることによってですね、これ全然なんか、ここだけプラスチックっていうのがあんまわかんないようにできてるんですね。あとね、こう手触りっていうところで言っても、ここはだいたいここのノックを触っちゃうじゃないですか。クリップを触っちゃうじゃないですか。ここの地面って、ここの部分って直接触ることってそんなないんですね。ここってギュって触るとちょっと凹むんですよ。 で柔らかいんですね。だからプラスチックってすぐわかるんですけど、でもここを持ってる感じはここは全部金属なのでかなりガッチリした金属感があるんですよね。で重さ的にもそんな感じがあるので、実はこれってその金属じゃないぞっていうのがバレにくいようにすごい上手にできてるんですよね。ね、だから。 手で触れないところに一部、実はプラスチック露出してるんですけれども、そこのところをですね、まあほぼ触られないっていうところと、それからですね、まあここのところに全体的にすごく綺麗に均質な塗装している。これもだってパーツの材質が違ったりとかしてる中で、で、しかも組み立てる前は多分別々の工程で作ってるわけですよね。で最後にこのパーツを組み合わせてこの形にしてると思うので、 えっと、組み合わせてから塗ってるわけじゃないので、当然色ムラとかっていうのが発生しがちなわけですよ。そこをうまいこと作ってですね、ま、ここ、色を統一する。えっとね、異素材に、えっと、塗装をして、えっと、全部色を統一するっていうのは案外難しいんですよ。本当に。めっちゃ、めっちゃ難しいんですけど。ま、そういうところがやっぱり技術も良くなってきて、今はね、こういうのが綺麗にできているっていうところだと思うんですよ。なので、違和感なくマットな感じで、一個のものって見えるじゃないですか。ね。 あの、こういうね、あの、全部プラスチックを同じ材質で作りますよっていう風にしてあげると、全部同じような、あの、色にするっていうことが比較的容易になるわけですけども、で、これはプラスチックの材質の色で揃えてあるわけですけど、こっちは全部塗装ですね。で、塗装によって、え、内部の材質の違いとかをごまかしつつ、全体をこうやってですね、一つの、え、まあ、一体感のあるものにしてる。しかも、途中で異素材が混ざってる感じを全く感じさせないように作ってあるところがすごいんですね。 ということで、まあ、そこら辺もすごくいいと思います。そして今回ね、限定のこのコーラルピンクとスモーキーグリーンっていうのがめっちゃ色がいいじゃないですか。特にま、僕は本当にスモーキーグリーン大好きなので、まあ、これがちょっとね、限定なのが残念なぐらいですよね。 もうすでに、えまあね、売り切れちゃったよってお店も結構あるみたいなので、なかなかちょっとね、これ入手が難しいかもしれませんけれども、ねで、あとはまあ僕としての使い方としたら、やっぱりですね、あの、まあね、いつも言ってますけれども、青赤緑の3色を使うことが多い。で、まあ緑はね、やっぱ使用頻度ちょっと低いんですけれども、やっぱり、え、黒じゃなくて青を使うので、まあジェットストリーム芯の SXR の200の、え、まあブルーの芯をですね、黒の代わりに入れて使いたいっていうのが、まあ僕み、 みたいな感じだとね、僕だとそんな感じの使い方かなという感じがしますと。これはなかなかね、スッキリしてるしですね。ノック式ってエレガントに本当に作るの難しいんですよ。ついゴテゴテしがちなんですよね。そこを、その、ノック式多色ね。ノック式多色で、しかもスライドタイプ。で、えー、スッキリエレガントに作るっていうのがめちゃくちゃ難しいんだけれども、それをうまく作ったのがこのジェットストリームの 2&1 ということなので、 これはやっぱりね、プライムの価値ありだなというふうに思います。まあ、あの、いつも言ってるコスパ最強の1000円はやっぱりこれコスパ最強なんですよ。だから、やっぱりジェットストリムの 4&1 っていうのの凄さっていうのは当然あるんですけれども、やっぱ綺麗に持ちたいって言った時にですね、格の違いを見せつけるところはやっぱりあります。で、もちろんシングルだったらそんなこと何も考えなくてかっこいいのありますけれども、スライドノックで、えー、おしゃれな、えー、多機能っていうのが、 やっと出たっていう感じはあるので、あの、もちろん三色タイプでも十分いいんですけれども、そこにシャープ入れてきたことによって、このスライドノックですね。凹まないスライドノックの力がもう本領発揮なわけですよ。ね。これによって、ようやくこのね、スリムな感じの、 多機能が出たということで、僕これマスターピースだと思いますということで、これもまた、まあなんか、あの前のユニボール 1F とかももう激褒めしてましたけれども、これもね、ある意味歴史に残るような、え、すごいいい筆記具ができたなっていうふうに思いますよということで、え、今回はそこら辺が、え、見どころですということで、まあ実際にね、書いていきたいなというふうに思います。はい、ということで、早速書いていきたいと思います。今回はシャーペンがあるので楽ですね。 行きたいと思います。ユニワーカーなんでは thank <laughs> you という感じですね。はいで、こっちも行きましょう。

ということで大体いいペンが受けましたよという感じですねはいちょっと文章の方をちょっと変えていこうかなと思います今回はシンプルめですね、うん、シャープからいこうかな うん、やっぱり書き心地はやっぱりこのボールペンもになるといいですよね。シャーペンもまあ全然普通に書き心地はいいんですけれども、うん、やっぱジェットストリームだよねって感じはしますね。 その滑りすぎない感じのねギリギリっていうところなんだよな滑らかのね。 前年同期日二十五パーセント上これはでも わかるよね ?2021 年にこれと全く同じ形のボールペン3色が出たわけでしょあと、えっ、ー、と、ジェットストリームプライムの単色の、えっ、ー、と、繰り出し資金もですね、割と最近出てるはずなので、えっ、ー、と、なんかその、伸びてるのは、まあ割と当然かなという気はしますね。なんかその、直近1年での売り上げが25%増加しましたっていうのは言ってるんですけれども、 高級品が売れるっていうよりは、ジェットストリームプライムの新作がすごくいいっていうことなんじゃないのかなという感じがしますね。なんかね。二十五パーセント増となっておりと。1234567。赤で書こう。よいしょ。 同様のコンセプトでっていうか同様と全く同じ形だからね。発売した新商品が、あ、そりゃそうだよね。えー、プライムシリーズ全体の売上アップにつながっていますっていうことなんで、まあそりゃそうだよっていう。うん。2021年2月に同様のコンセプトで発売した。だからまあ、そりゃいいですよね。 なんか、ペンの説明っていうより売り上げ良かったみたいな話がになってしまっているが、これはあのメーカーのリリースなんでね。オップに。 これでちょうどいいところで切れてしまったので今回はこんな感じかな、う。ん なんか,いいかなはいということでかけましたはいじゃあちょっと上から見てみたいと思いますはいということで今回はこんな感じになりましたまあシンプルですねまあもともとものがシンプルなのでシンプルな感じに収まりましたよというところでいい感じかなと思いますうんなんかそつなく仕上がっている感じがしますね まあグリップがないと滑るっていう人にはちょっと滑るかなっていう感じがしますけどもそれ以外に関しては非常にバランスがよくて。 やっぱさっきも言いましたけれども、スライドノックの良さを持ちつつも、シンプルな、綺麗な形に持ってきてるっていうところが、まあやっぱりね、大きなポイントかなと思いますので、まあちょっと大きくして、ちょっと見ていこうかな。こんな感じです。まあ、書いた文字はね、まあ僕の文字がうまいかどうかは、まあともかく通してですね、やっぱあれですよね。うん、まあジェットストリームらしい字が書きやすいというか、割とですね、あの、ゲルインクのペンで書くような、ちょっと丸っこい文字よりは、まあ割とね、 えっとまあ流れていくのでどっちかというとですねまと、あ、めはねのある日本語っぽい感じの文字の方が向いてるかなという感じはちょっとしますけれどもそんな感じのジェットストリームプライムでしたということで今回はですねよいしょにょーっとはい、えー、こんな感じのノートになりましたはい。 ええと、ま、あ本当にすごくいいペンだと思うので、特にやっぱりね、これ、実際そうだと思うんですけども、ギフト用には、抜群にいい筆記具だなと思います。これは本当に、あの、もらうと嬉しい系なので、まあ、もうすでにね、えー、新旧進学とか、それからそういうのはもう大体終わってるかなとは思うんですけれども、なんかね、今後、あの、ギフトで、なんか筆記具で、ちょうどいいのないかな、みたいな時にはですね、このジェットストリームプライムの 2&1 っていうのは、 なかなか万能選手なんじゃないのかなと思います。やっぱあのね、1000円のあの、4&1 もいいんですけれども、まあギフトってなるとやっぱりプライムあたりが、 いいのかなと。まあ、言っても3300円ということなんです。えー、これは本当にいいなと思います。で、まあ、実際に自分で使ってみて、本当にね、使い心地もいいしですね、素直な感じの、えー、ま、高級ペンの中ではかなり素直な感じのペンだと思いました。ということで、今回は、えー、三菱鉛筆のジェットストリームプライム 2&1 のご紹介でした。以上です。